しょい。ピザいらっしゃい、ノンノいらっしゃい、キリちゃんいらっしゃい。来たけど、あ、ありがとうございます先生。めちゃまやしい、とびよい感じになったな。ツイキャスからで、ツイキャスからでやるっていうことね、うん、ありがとうございます。ツイキャスからでやりますね。勘違いですね、ちょっとよくわかんないけど。何いらっしゃい、たまには匿名つけてもいいかな、今日一日ぐらい。来た人はのでお願いします。来た人はのでお願いします。あ、やばっ、マーちゃんやし、エドワーチンポやし、ピザやし、キャンディーやし、ショウガやし、ミチやし、メグマやし、リエちゃんや、リョウケやし、メタやし、ミーもリー、アスキチやし、チュンやし、マッツイザ、チーやし、シャネルやし、シャンユー、ヒロ、リッツやし、
あっち、リリーやし、リリー何回出てくるよ。ミーマやし、ヒートやし、ケイさん、ノリやし、ケイチョウやし。あ、ヒートやし、賢者やし。昨日ね、あの携帯が ぶち壊れました。ついに。ジェイでサイやし、カナやし、ミーマやし。で、新しい携帯が来ました。新しい携帯。あ、じゃあ、竹山さん、あ、いらっしゃい、ノンノいらっしゃい。まあさ、来月、来月行きます。来月行きます。マティアスが性的無理やし、リエちゃんいらっしゃい。iPhone8 だね、これ。8。引退してから何してた？寝てた。あーちゃんいらっしゃい。エイト使いやすい。うん、エイトが一番いいよね。エイト。寝てよかった。そうだよね。あ、絶対親父がパクったよ。あいつ、あいつ車の中からタバコ取っていきやがった。6も8も変わらん。いや6なんかちっちゃいもん、無理や。前らしい、前じゃないし、あんなやつ悪意らしい。花坂じいさんが取っていきやがった。くそ、後ろの髪の毛ボロボロだったけど、髪の毛黒にせんといけなかった、うん。ジョージ・マヤシ今日も生きてるか、お前は。その後で来るんだよ。え、どういうこと？で、来るなよって。ワッツイシリベンジかよ。巨大メントスリベンジ玄関でやります。じゃ絶対成功させますね。合宿はホワイトレンジか、マジで。外部でやります、その日は。日に日に顔色が悪くなってる気が。え、マジで顔色悪いっすか。俺顔色悪い？そんなことないやろ。いや、なんかやつれた。え、マジ顔が汚い。ヒゲで顔青くね。今日なんか白い。マジで顔汚い。マジで？なんでそんなに？ヒゲの侵略？なんでもヒゲの侵略って。ごめん、無理。顔も髪も汚い。髪色のせいじゃない？髪色のせいでしょ。なんか今日汚い。汚いのはいつも。消えて？いや、それちげえだろ、お前。まあ、消えてはちげえだろ、お前。あ、なんかあの普通にお前そのあの紛れ込んで、お前なんかあの全然関係ないこと言ってきやがって、お前ふざけんな、お前。服の色、これネイビー。でも疲れてる顔してるぞ。いや疲れてるんだよね。ネイビーです。ネイビーではない。いや、ネイビーでしょ、うん、どう見てもネイビーだろ。ネイビーじゃねえだろ。ネイビーなんじゃ、何じゃあ、じゃあうんこ色か。うんこ色でもねえだろ、これ意味わかんねえ。
ネイビーって知らないんか。いや、ネイビーってどのやつだっけ。あ、すいません、ベージュでした。うるせえな。うるせえな。うるせえな。別にネイビーでもいいだろ別に。だいたいそもそも誰があのベージュって決めたの。あ、金髪になってますね。でもまあ黒に戻すよ。あ、しごめんなさい、しちゃい。ネイビーって分かりやすく言えば口周りの色ってこと。それ黒じゃん。それにしといい、うん、カラーは自分で昨日配信でやってたよ、うん、お前何着パーカーあるね。いや分からん、うん、30着ぐらい。パーカー大好きなんで、パーカーと半ズボン大好き。パーカーと半ズボン大好きです。長ズボン大嫌いだから。汚ねえの意味がわからん。デブはパーカー好き。いや、そんなことないで。それは嘘です。膝に爆弾、まあそうだね。バレンシアガ結局本物だったのか。いや、あれ本物でしょ、どう考えても。足指チブ壊死してんじゃん。はぁ、だけ壊死、どこが壊死してるやお前。してねえやろ。誰がお前左足回帰壊死だよ。漫画あったよね、実はナックルズ。もう噛みたい。島根の予算じゃないだろう。今日何するの。今日巨大イベントスコーラー、再々リベンジ。前回失敗したんでね、今日はね、玄関でちょっと大成功したいですね。お前の家って理科室なの。そうだよ。行くよ、チャコジャスフレ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 ハーン。いや、今のクラクションじゃないよ。あれ、昨日大阪だった？は？島根だけど、なんで大阪？え、どういうこと？大阪には住んでませんよ、僕は。そう、だからあの供養に戻しますよ、もう普通に。で、そこからも当分カラーはしません。うん、昨日の実験でカラー、この色にしただけだから。うん、ああ、そうそう、俺髪一本一本細いから毛量が多いんだよ。だからハゲることは一緒ないんですよね。最近クラクションひよってる。うん、昨日あんだけ鳴らして、うん、あんだけ鳴らしてひよってるって言われる。うん、こっちはいらっしゃい。親父ハゲてるやん。いや、親父はハゲてるでしょ。だって親父の、あの親父のおじいちゃんがそもそも落ち武者だったから。で、親父のおじいちゃんの息子だから、親父の親父が髪ボサボサだから、覚醒遺伝だから僕はハゲない。朝は長距離からです。フェ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 。親父のおじいちゃん落ち武者だから。気にしてんのか。まあそうだね、気にしてるよね。周り気にするな、やるな、やるなよ。いや、だってこれでね、お金を稼いでんだから、周り気にしながらでもやらないと。それぐらい大変ちゅうことだよ。言ってんの君。信号渡る小学生じゃねえよ。つかまじ、親父にタバコパクられたし、先にちょっと親父からタバコ返してもらうんだけど、マジであいつやばくね。車の中までタバコ取ってきや行きやがったで、ついに。またちょっとマジで一回ちょっと
タバコを取り返しますよ。あいつ車の中まで取りに行くもん。叫んなやつマジで。執着がすげえ。バカだろあいつ。車の中のタバコまで取っていくからね。ふざけすぎてるだろ。マジ。マジふざけてるよ。どうにかせなあかんよマジ。どうにかせなあかんっちゅうか。1000円渡したし、KFC 配信はまだないですね。だからね、ああいうのって近場にできればできるほどあんまりいかんくなるっていうね。やっぱあいつマジパクリやがって。勝つかあいつ本当に勝負ぜ。殴ってやる。近くにないと行かないよね。家のお金売ってるやつが怒ってます。家のお金 もう取ってないけど。何言ってんのお前。ビンタしたらいい。あ、ビンタしちゃろうぜ。ナックレスを家までのルート、ああだからめちゃくちゃ近いよ。まずは来月末、うん、あとやっしょい。うわ、ちゅさげついてる。前の武器、そうだよ、武器か。毎週毎週やってるわけじゃないよ。平八はタバコやめないの？無理でしょ。だって車の中にある俺のタバコまで取っていくぐらいだからさ、絶対無理じゃね。車載配信家バレしそう？いやもう公開してるよ、うちの家は。そもそも家バレも何も。武器送ろうか。うん、よし。ちょっと一回親父を叩き起こして。うん、何でしたっけ、巨大メントス、ここで。で今日はあのね、あの開会式であのね儀式して、米をあの下にこうふわー巻いて、家の中でやるよ。うるせえお前。ご飯はね今日は作らないね。どういうこと？そういうことだよ、そういうことだよ。早くちょっとタバコか、ちょっと親父に電話してタバコ返して。あ、兄貴に落ちばっかり行かないと。フレッ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 。あ、いいね。うん、これぐらいがちょうどいいね。うん、これぐらいのクラクションが。あんまクラクションクラクションってね、なりすぎよくねえんですよ。受けんなよお前。あれピュアじゃねえんだわ。まして、あののまま、お食事ありがとう。フレ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 。はーん、やめようぜもう。
さすがに。なぜすかすな、うるせえ。うるせえ、すかすなとか。怖がるな。いや、さ、怖がるでしょ、普通に。うん、いいでしょ。アイキピオチョブクン100アレス、フェ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 、とりあえずタバコを取りに行きます、親父から一旦で、車を移動させて。何？は、おお、兄貴にメンバーシップ会員であれつー、フレ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 、はーん。空気読めよ。てか、あいつ誰？誰？だサムネが養分糸だったけど。くるくる？え、くるくるしてる？嘘だろ。あ、君の知り合いなんだ。しない。一回ちょっと一回マジでタバコ取らんといけん。で、車を、その BB の車を移動させないといけない。もう米準備してあります。こいつ邪魔だからこいつ下げて。しない。スタジオ前に前に。タバコ返せよ。タバコ返せよ。は？タバコ前取ったよ、車の中から。いやいや、食堂にあったよ。で、取ったやろ。取ってないよ。なんかあんたのタバコが置いてあった。で、1000円ってなんだよ、お前。毎日1000円。こっちかい、お父さんに。いや、お前だって別に出ての。生きてても何もしてないんだから金なんか必要ねえだろ。生きてても何もしてねえんだから。こいつ1000円ちょうだいよ。お母さんにもらえよ、マジで。死ね、ちょっとあの、いや死ねって言われた、いきなり。いや、なんでや。いや、だからクラクションピってやったからじゃない。それで死ねって言われた。マジこの車超くせえ、やば、この車。あ、この車くさ、マジくせえ、めっちゃ酸っぱい匂いする、やば、くっさうわ、くっさ。マジくせえ。なんであの BB、 なんであんな、あんな匂いになったマジで超くせえぞ。え、コーラなの、あれなんかめっちゃ酸っぱい匂いするけど、めっちゃ酸っぱい匂いするけど。ちょ、電話聞いてみるか、親父に。親父いないから。
っちゃ臭いよ。いや、カレー臭か、あれ薪蚊の匂いがするよ、本当に酸っぱすぎて。おもらしだな、あれ。いや、おもろしの匂いでもないぞ、あれ。いや、ただただ臭い。ただただ臭い。いや、マジくせえ。え、やばいやばい、マジでやばい、あの匂い。あ、もしもし。何かい。いや、あのさ、何、あのタバコ、あ、タバコじゃねえや、あの車、うん、なんかめっちゃ臭くない？いや、いや、はぁの意味がわからん。いや、あの車、うん、なんか異様に臭くない？何臭い？え、なんかめっちゃ酸っぱい匂いするよ。酸っぱい匂い？うん。なんでだ？いや、なんでだって、車乗ってないの。あ、ちょっとしか乗ってないのに。なんかもうめっちゃ酸っぱい匂いする。コーラでもないあの匂いは。どんな匂い？ちょっと脇がの匂いだね。ああ、あんなのあれか、あれだな、なんとかなんとかなんとかだよ。は？は？なんとかなんとかだわよと。あれだろ？かなんとかだよ。いや、カレー臭の匂いじゃない。カレー臭だ、カレー臭だ。カレー臭じゃない、酸っぱいもん。俺カレー臭の匂い知ってる。あの警備員の時に、警備員の従業員さんの車に乗っけてもらった時、うわーカレー臭やばと思ったけど、その匂いじゃない。マジで酸っぱい匂いが。なんだよ酸っぱいって。なんかツーンとする。酸っぱい匂いがする。酸っぱい匂いがする、うん、それはよかった。は？ああ、でそれ良かったって。じゃあね。いや、意味が分からん。お前なんだよお前は。それは良かったは意味が分からん。どういうことだよ。ありがとうございます。よし、おもらし。いや、わかんない、めっちゃ酸っぱい匂いする。あの BB も乗れんわ俺一生。あんな匂いしてたらもう乗れん。ゴミがあるんちゃう？いや、見てみる。甘めの茶葉がガレスフレ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 フいや、マジこの車、マジ、いや、この車じゃなくて、あの BB の車、マジ廃車した方がいいよ。それレベルや。臭すぎて。食べ物隠して腐ってる。うん、でも、怒るとか怒ってくるもん。マジで。うるせえよな。いきなりさっきも死ねって言われたし。さっきもいきなり死ねって言われたし。いや、ちょいちょい見てみるか。いや、おかしいってこれ。なんか隠してんじゃない？なんか、うわ、くっさあ、これ何の匂い？これあ、これだ、あ、くせ。
っせこれ。うえあ、メントスだこれ。どれ、舐めろじゃねえよ。あ、くっせえ、これマジくっせえ、やばやば。原因俺だ。え、でもこの匂いよく耐えれんな、いつも。マジでよく耐えれんだ。なんで耐えれるの。いやでも俺ガソリンスタンドで車内掃除しまったけどね。くせえくせえ、うるせえなって仕方ねえだろうが、オミクロンが。お前臭いもんはくせえんだよ。掃除してもらったけどな、なんでな。いやちゃんと掃除してもらったんだけどね。うん、なんか匂いも取ってください、全部は無理だけど、3分の2は取るわってやって、もうだいぶ良くなったんだけど。で翔くんもその日車乗って、おお良くなったじゃんってなって、で親父に乗っけたら、なんか直線そしたら間になんかカビが生えてたね。車の中からカビが生えてた。うん、車にカビが生えるってなかなかでしょ。くせえんだよ、近寄んなし。うるせえよお前、なんでお前近寄んなしって。さあ、じゃあ準備取り掛かりますか。やりましょう。6時から、はい、6時から、あとりあえず儀式やりますんで、はい、やべえやべえ、息があった。あ、マジで息あったってこと。じゃあ好きってことじゃんそれ。うん、よいしょ。ああ大好き。あ、マジ。やりましょう。成功しますように祈願。成功しますように。うんね。で、呪われませんように祈願です。塩だろ。いや米だろ普通に。お清めの米でしょ。鳥さん来る？いいよ。砂糖だろ。意味がわからん。清め、キャバクラなんか行ってねえよ。もう学会には違うでしょ。
電気消し、元気消さんでよ。電気消さんでよ。電気代払え。切れとるやん。親父、親父、親父、あの人がさ、あの人がさ、なんかずっとさ、なんか意味わからんからさ、で親父なんかここなんか濡れとるけど、これ何これ、うん、こぼしたお水を。あ、漏らしたじゃない、漏らしてないの、あんたと言うの。親父、親父、ねえねえねえ、俺ちょっと今日手伝ってね。いけるよ、俺もダメや、うん、そんなあれできるの。できん、手伝うこと。前回手伝ってくれたじゃん。もう重ね体でない。本当に、うん、分かった。うん、じゃあここから見といて、見て応援しといて、コメント言って、じゃあコメント言ってみて、頑張れって。いやいやいや、もう別にコメントせんでも、あんたに頑張れって言った僕はいっぱい早いわよ。いや、コメントした方がいいから。コメントしたことないんだ、うん、ね。電気消すなよ。いや、この電気まで消しやがったマジで。ふざけんなあいつ。やばいだろ。何が必要だったっけ。何が必要だったっけ。めちゃめちゃ怒ってるだけだ。無駄な怒ってる。筒状のものが必要だかな。筒状のものどれだったっけ。どうしたの。いや、分からん。なんか一人でめっちゃ切れてる。え、何が必要だったっけ。これが必要だ。これ。ああ、それはね。これが必要。でしょ？これだろ？で、なんかこういう丸っこいの、こういうの。こういうの必要。こういうの。いや、バンじゃねえよ。あれ？ラップの芯。あ、そうか。いや、待ってよ。よいしょ。これいいか。こんなにちっちゃかったっけ。こんなちっちゃかったっけ。こんなちっちゃかったっけ。あれどうやってやったっけ。忘れたんだよな。サランラップも必要だったよね。
どうやってやったっけ。まあいいや、これでラップのシーン、まさかの誰か、うん、おっさん怒っとかね。はあ、どうしてよ今日あいつ。電気消されたんだけど。おぉ ADHD なの、そんな、なんか何マジで。何マジでっていうか、ていうかちょっと待って、ちょっと待ってよ、いい名前でしょ、よし、いや様子変だね、マジ。のがでかいっていうね、やば、やばくない。てかちょっとタバコ吸うわ、もう一回落ち着く。いでで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 、いででででで、今日巨大メントスです、外部で。一回タバコ吸って落ち着こうぜ。やばいよ。伊達天コール。なんかすごい怒ってるし、めっちゃうぜんだけど。なんか昨日あったっけ？俺なんか昨日喧嘩したっけ？喧嘩した記憶がねえんだわ。あ、風呂？いや、風呂の前からもうすでに切れてたよね。もうすでに怒ってなかったっけ？金マウント、あー、はい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 、そうだ、いつも怒ってるよな、言うても。ミスド行こう。いや意味ないよ今日は、うん、いやもうクラクションやめとこうぜ、さすがにやばいわ、クラクションやばいわ。ケンタ行くか。いやもう何の意味なんだって、なんかそこでなんか媚びる必要ないよ。
イカルド蹴っ飛ばして無理だわよ。どうやって蹴っ飛ばすよ。昨日、あ、そうそう、ほっときゃいい、そうそう、ほっときゃいいんすよ、もうこれすったらマジやろ。兄貴におしばけからとーフェ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 、これぐらいなら大丈夫だろ、これぐらいなら何も問題ねえや。控えめで、てか隠れてやらんといけんからさ、来たら困るんだよねマジで。いやさすがにちょっと勘弁してください、すいません、今日は日和ります、無理です。なんか今日の目つきはなんか人を殺す目つきやった、うちの母親が。今日マジ人を殺す目つきやった、刺されかねえ、おはよう、マジ刺されかねえ、お前刺されんぞ、いやマジで。兄貴 D おちょく500ありがとう、フレー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 、刺せー刺せー、これはしゃあない、これはまあしゃあない、これも仕方ない、これどうやっても仕方ない、これはこれは仕方ない、うん、これはだってもうしゃあないっす。これは仕方ない、マジで。これはもうね、やるしかないよ、これは。500も来て、やらない方がダメでしょ。刺すわけないわ。いや、そういう目つきをしてたってこと。うん。されても。今日はあの500だとピッてするとか、そういうことじゃなくて、全部しないんだけど、あれはさっきのしゃあない。しゃあない。イカちゃん怖いね。うんうん、まあ怖いっちゅうか、ねえ、あの、まあ多分ですけど、あの、まあ多分っていうか、まあ電話聞いてたんだけど、あの、昨日電話かかってきてたからね、うちの母親に。それだよ。うん。巨大メントス、再々リベンジ、最終話。誰から？いや、親戚のおっちゃんから。それでだよ。苦情ではないよ。あの、そう、お前のことで、そうです。あいつをどうにかしろっていう。あいつをどうにかしろっていうね、苦情。え、何？え、何？何？はい、うわマジ？タカメンバーシップ会員限定あれっす。フレン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 、はあ。ああミスった、ミスったミスった、マジ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 ミスった。今二連チャンでね軽くやろうと思ったんだけど、マジミスった、本当ミスった、やべ、あやべしくった、やべ。ガチミスった、今の。今のあかんやつだ、マジで。やばい、また親族から連絡がかかってくる。また親族から。闇からいらっしゃい。また親族から連絡が来る。助けて。いや、でもマジで電話かかってくると思う。まあ、関係ないけどね。うん。まあ、別に。全然関係ないけど、まあ、あの俺がやばいんじゃなくて母親がやばいっていう意味で。人の意味違うよ、親族見てるの全員見てるよね、弟も妹も。兄貴にお上級500あれっす、フレー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 、すいませんすいません、うわうわめっちゃありがてえ、あーあーあー、やべ、ちゃ、何、いや、じゃあ、まずい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 
ちょっと一回倒してほしいですか、これ、はい、これはさすがに、さすがにやべえってだからマジでさすがにやべえ、だから誰が配信見てるか、弟でしょ、 妹でしょ、まあ、親父でしょ、母親でしょ、妹でしょ、弟でしょ、で親戚でしょ、親戚のおばちゃんでしょ、いとこでしょ、で東京に、東京と横浜にいる親戚さんでしょ、うん、ね、あのうちの母親の職場の人でしょ、うん、親父のあの連れの、あの不倫の議員さんでしょ、うん、だからあの俺の配信の中にあの30人ぐらいは身内がいるよね、うん、30人ぐらいは身内がいる、なんでそんなんバレてる、だからそれか分かんない、あと創価会の人、創価会の人も、創価会の人はなんかその子供かなんかがあの見てて、でお母さんに伝わって、でお母さんからお母さんに、ママ友から、あきらくんなんか変なことしてられるねみたいな感じで、あとあの俺が通ってる歯医者さんね、歯医者さんのあの歯科助手さん、うん、俺の通ってる歯医者さんの歯科助手さんはあのね、まあまだ応援してくれてる、あのギガフェスあるじゃん、あれ見てくれて、だからそこの歯医者であのマウスピース作ったんだけど、うん、あれ感じ大丈夫だった、割れんかったって言われたから、あ大丈夫でした、見てたけど、うん、顎って言われたけど顎って言われたけど、見てたけど顎、そんな顎でかくないのにねって、うん、歯医者さんね、あのマスピース作ってもらったから俺に言ってんの、ちょうど仕事は、まあ、でも歯医者はこの時間をやってるはずだけどね普通にあガソリンスタンドの、あだからうちの近くのガソリンスタンドの店員さんはあのツイキャスじゃなくてあの YouTube で窓開け洗車を見て、うん、なんかあのうちのガソリンスタンドで窓開け洗車は視線でねって言われて、あ分かりましたって魚屋、あ魚屋のおっちゃん、いや魚屋のおっちゃんはあの YouTube、ね、あとあの俺が言ってるあの床屋の、あの おばさんね、うん、あの親子でやってるおばさんね、あの YouTube やって、親泣かせるのやめなさいって、いやなら泣かしてないですって、あくまでもゲイなんで、本当に、いや本当はゲイじゃねえけど、ね、そこの寿司屋は、いやそこの寿司屋さんはもうあの挨拶しても挨拶は返ってこない、そういうレベル新規室では窓開け見たことないんじゃないか、いや窓開け、窓開け見てる人が多いね、あのなんか YouTube でさ、なんかあの俺のやつがさ、なんかあの顎がブワーンなってて、なんかあのウィーンみたいな顔して窓開け戦車のあれ見てる人が多い、あれ見てなんか姉妹の騎士がいて爆散にめちゃかれてんね、なんてやつだろう、いや窓開け戦車って言ったら出てくるし、そもそもYouTube で出てくるし、まあ、ちょっとさすがにちょっとあのねえあの親にちょっと謝らんといけんわ、ちょっと親にねあの出演料1000円を渡してきます、あそれこれだ、だこれを見た人があれなんだよ、これを見たやつがあの姉妹の騎士がいつって1000円渡していきます、
今さら。いや今日はちょっとだからクラクションのお金、クラクションのお金です、ね、で今日クラクション飛んだんでお茶爆台です。あクラクションじゃないお茶爆飛んだんで、うん、クラクションお茶爆、お茶爆100を今からイカルドに投げつけていきます。いやそうですよね、ですよね。お前だろ、あんたが強く握っとうけんだから。いやあんたが勝手に取ろうとするけん、借り物競争みたいな感じで勝手に。ちょ返せ、どこで返ってんだよ。返すわ、ね、返すわ、この。いや返すわ、と一回直してから返せよ。そんなもんだ、俺手品じゃないし。お前手品関係ねえだろ。こうやってこうやってこうやって、ちょっと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 手品するよ。ルル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 それで、こうやってこうやりますね。はい。こうやりますね。はい。こう。はい。飲めした。はい。何もありません。はい。はい、次にもう今度は、はい。はい。おお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 ほらーなった。え右手、あ左手引っ張ってみて。ん左手、左手関係ねえよ、治ってくるんだもん。はいはい、じゃあいただきます。なんでだよか。おい、うん、開ける何も治ってねえがよお前、うん、お前何も治ってねえがよ。はい、はい、じゃねえわよ。治るわけねえがな、バカ。いや、お前が今治るって言ってただろ。考えてみえ。いや、考えてみて、お前だろそれ。何が、ティッ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 。いや意味が分からん。頭振ってみ。なんでやん。あ、転んでいったから。やっぱりな、脳みそが小さすぎてんだな。どこいつ。ごめんごめん。お母さんに言っとくわ。は？あ、おかしいやあれ。うわ。
なんだね、調子こくけんだよ。ちょっとごめん、テープで一回。一回ちょっとテープ。ちょっと一回テープ、ちょっと配信持っといて。配信持っといて。だからお前な、今部屋の中で徘徊してるよ。徘徊じゃないよ、今。わけわかん、いやマジで。ちょっとこれ一回持っといてこれ。ちょっと待って。いいけ持っといて。ちょっと待って。いいよこれ。これ日本語じゃなかった。ないわ。ちょ一回持っといてこれ。ちょっと待ってよ。持っといて。こうやって。ちょっと持っといて。あ？ちょっと持っといて。何が？ちょっと待って。もう出ちゃって、はい、はい、これ外側見ちゃおうよ、お前の、はい、ちょっと頭振って、は左に振って、は右に振って、はどんな音してる。いや音なんかしてないってお前。カランコロンって言ってるのが、何がそのくらいの音うるさくないだろう。お前のせいでマジやべれたわ、ほんとに。ほんとか、話さんけんだかよ。いや、だから話さんけんって、お前がそんなにわけわからんこと言ってんの。話さんけんだかよ。もう、絶対話、俺だったら話すわよ、そんな時に。コメント読めよ、お前、これ。なんて話すわ。なんて書いてる。バカ。消えてしまえ。もう、配信者に言えば。バカだな、お前は。何が？ダメだこいつは、やっぱりやめちまえ。いやいや、いや動かれたことだもん。どこ、平八、書いてないです。エアコメ書いてねえわ。平八がゴミ、平八が消えろ。うるせえ、書いてない。いや、よかったわ、ね、よかった。これも持ってって、これも、うん、お母さんが使ってて、これも持ってって。手はいつ、あそこだけ国が違うんだよね、毎回。あ、今日のあのお礼です、1000円。はい、お金いらん、いらない、あ、せっかくお金をあれしといてやったのに。してやったみたいな。
なんやろ。逃げます。ちょっと起こして、します。ムカついた。ここだからスポンサー依頼来ないかな。来るわけないじゃん。いや、あの家の中では無理ですね、はい、家の中ではできんね。さすがにそれしたらもうあのうちの母親が自殺するわ。自殺するわ。いや、玄関やで、うん、様子おかしいよ、マジ様子おかしいから、俺も様子おかしくなってきた。あなたつ俺まで様子おかしくなってきたわ。マジで、うん、いや、もうあの、大丈夫です。破れた線は、ちゃんとくっつけました。風が強いんだよ、今日は。ちなみに。風が。それ使えるの？使えないでしょうね。手渡しぐらいでしょうね。あ、見えるにゃ。どこ。どこ。どこどこ。左行った。マジ？ちゃんと白黒だった。え、マジ？米に反応したか。あ、じゃあミネルニアだわ。あ、それミネルニア、ミネルニア。どこ見てたんだよ。いや、だから普通にコメントこうやって下読んでたから全く画面見てなかった。え、ミネルニア。自分ちの猫見逃すな。いや、自分ちの猫つっててもいつ帰ってくるかわからんしね。そして何食ってるやあいつ。あ、お上級100ライス。フレ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 。はーん。やばい。もう勘弁してください。今日も大丈夫です。ありがとうございます。さあ、どうしようか。やべ、俺テザリングだったわ。さあ、昨日携帯が壊れてテザリングでしか言えない。大丈夫だよな、バレてねえよな、バレてねえよな。帰ってこなくていいのにマジで。
飛ばすときはね、あれです。これ中にちょっと残ってても大丈夫だっけ？あ、ディズニーシーからありがとうございます。大丈夫だよね。サランラップ、サランラップ必要だった。サランラップ、あーちきしょ、マジでうるせえんだよ。あ、すいません、今日のご飯何ですか？今日のご飯今日のご飯何ですか？わざとでしょね、どうせ。だって怒ってる風でしょ。怒ってる風でしょ。怒ってる風でしょ、うん、じゃあ入れていきますね。しかしでげえな、うん、風とかあるの？いや風でしょ。風でしかない。通常の、それはでもね、サランラップのシーン。これどうやってやるんだったっけ。言い方忘れたんだわ、マジで。確かでも斜めってやらないといけないはずだよね。あれが出ちゃうから。泡が出ないよ。え、めっちゃ泡出るけど。え、めっちゃ泡出るけど。あ、無理じゃないこれ。斜めしてるんだけど。音がバグった。え、音がおかしい。音大丈夫？斜めにゆっくり。カメラの切り替え。水の中。何急に？なんでだ。あ、意味が分かんねえんだけど、なんで。